こんにちは、花城ココアです。今日は年内最後のコストコに行ってきました。年末年始は家族と過ごしたり、恋人と過ごしたり、親戚と集まったり、いろんな集まりがあると思うんですけども、その時にもってこいなのがコストコの食材。大容量のものを目当てにコストコに行くことも多いと思うので参考になればと思います。あまりにも量が多いので今日から明日にかけて撮影をしていきたいと思います。そんなわけで体重135キロの私のコストコ購入品紹介スタート。ココチューブ。まずはこちらローストビーフハイローラー、お値段が2842円です。 100g あたり340円でございます。普段コストコに売ってるハイローラーって BLT なんですよね。でもね、年末になるとね、このねローストビーフバージョンが出るんですよ。うわー、見ての通りね、ローストビーフがミルフィーユのようになってね、たくさん入ってるんですよ。では1個食べてみたいと思います。レタスにローストビーフにモッツァレラチーズです。いただきます。サラダを食べてるような感覚です。本当美味しい。すっごい薄いローストビーフが5、6層になってるから柔らかくて歯切れもいいんですよね。サクッと噛めちゃう。見つけたらぜひ買ってみてください。続いては卵20個入り、お値段が430円です。卵だいぶ安くなりましたね。我が家は卵の消費をすっごいするので20個入りを購入しました。年末年始も卵たくさん食べたいと思います。続いてはこちらビーフランプ塊ネット、お値段が4481円です。 100g あたりは399円で売られていました。これで私はローストビーフを作ろうと思います。よくコストコで網付きのチャーシューを作るねお肉は買ったことあったんですけども、ビーフバージョンは初めて購入しました。めちゃくちゃ便利、そしてすごい重い。売られてるお肉の中で一番ね小さいサイズを選んできたんですけど、それでも 1123g あります。 1kg 以上の塊肉でローストビーフ作ったことあったっけな。この大きさはねホテルのねブッフェでねシェフが切り分けてくれるねぶっとさですよ。いや作るの楽しみですね。続いてはこちら国産鶏胸肉、お値段が1498円です。これは何度か購入してる商品ですね。はい、こんな感じでね1234と4パックになってます。これを切り分けて冷凍して使っていきたいなと思います。はい、切れました。お正月はねお雑煮を食べたりとかすると思うんですけど、お雑煮にも鶏肉入れるし、普段のお料理にもねたくさん使うので、使う分だけ解凍して年末年始過ごしたいと思います。続いてはこちら三元豚バラしゃぶしゃぶ、お値段が3042円でした。 100g あたりは129円です。私が買ったのはなんと 2358g もあります。わー、いつもコストコ行くと必ずと言っていいほど豚肉は買ってくるんですけども、毎回ねどの豚肉を買おうかって悩むんですよね。冬っていうことでお鍋をする機会も多いかなと思ったので、今回お鍋にもねぴったりそうなしゃぶしゃぶ用のお肉を買ってきました。小分けにして冷凍したいと思います。安定のプレスンシール、すごい、こんなに長い豚肉だ。なんだかんだしゃぶしゃぶ用のお肉はね薄くてねお料理に使いやすいですからね。とりあえず1個分はこんなもんかな。はい、こんな感じで分けていきたいと思います。はい、ということで小分けにしてみました。私はね8等分にしました。これをねジップロックに入れて冷凍していきます。年始ってスーパーがお休みあったりとか営業時間短縮したりとかねしてますし、あんまりね外に出たくないからお肉ストックしとくとねほんと助かりますよね。ではこれは冷凍して保存したいと思います。続いてはこちら合いびきのひき肉、お値段が2327円です。 100g あたりは118円。私が買ってきたのは1972g のものです。ちなみにニュージーランドとアメリカと国産とカナダのお肉が入ってるみたいです。牛の割合が7で豚が3、そして赤身が 80% だそうです。私の中でのハンバーグの黄金比が7対3だから、本当にハンバーグとか作るときにちょうどいい配合ですね。6等分みたいになってるので、これも小分けして冷凍していきたいと思います。またまたプレスンシール、特に私はこの肉用途決まってないので、もうこの小分けにされてるままね保管したいと思います。私はそんなにねひき肉大好きって感じじゃないんだけど、ナナ君がねひき肉大好きでね、何食べたいって言われるとね料理の名前じゃなくてひき肉って言われるんですよ。これさえあればいつでもひき肉料理が作れるってわけでございます。はい、6個に分けられました。コストコで買ってきたものをほとんど私で冷凍してるんですけど、冷凍庫によく入りきりますねっていうねお声をいただくんですよ。我が家はコストコが大好きなので、冷蔵庫にある冷凍庫の他にセカンド冷凍庫を買ってます。なのでそちらにたくさんねお肉とかお野菜とかの冷凍をね入れて保管してます。ぜひセカンド冷凍庫を買ってみてください。はい、そんなわけでこちらも冷凍していきます。続いてはこちらビーフラザニア、お値段が4054円です。
こちら初めて購入しました。前回コストコに行った時はラザニアを作るキットみたいのを購入したんですけど、なんと今回のラザニアはデリカコーナーで売られていました。 100g あたり246円で、私は 1648g のものを購入しました。私ね、ラザニア大好きなんですよ。好きな食べ物ランキング上位10位には入るぐらいにラザニアが好きです。見てください。と言ってもラザニアはね、断面見ないとねよくわからないんですけど、とにかくたっぷりなチーズがかかってます。で、ね、これね冷蔵で売られてるからもちろんね冷たいんですけど、オーブンで40分焼くだけで食べられるそうです。焼くのに40分かかるって言っても、作るのよりも全然楽で時間かかりませんからね。今までも冷凍のラザニアとか、前回買ったラザニアキットとか、そういったものはねコストコで買ってたんですけど、もうこれは初めてですっごい嬉しいです。せっかくだから食べていきたいと思います。じゃあこれはオーブンで焼いていきます。ラザニアはね余熱も含めて1時間ぐらい焼くのに時間がかかるので、その間に他の商品も紹介していきます。続いてはこちら、サケレチーズ。お値段が通常は2047円なんですけども、今回クーポンで430円引きで購入できました。以前はコストコ行くとちょいちょいこのねサケレチーズのセット買ってたんですけど、乳製品とかがね一気に値上がりした時期にこちらもですね値上がりしちゃって、2000円超えるならちょっと買うのはやめようかなと思ってあんまり買わなくなっちゃったんですけども、今回まさかの430円引き、買うっきゃないでしょう。はい、ということでこのようにサケレチーズ2本入りが12セット入ってます。これ絶対にみんな知ってるやつだから試食なんかしなくてもいいんですけど、私が食べたいので食べさせていただきます。1本だけね、裂いて、何本かおやつに食べて、あとは料理に使おうかなって思うんだけど、料理に使う前にね全部食べちゃうおやつで、年末年始はお家でダラダラすることが多いので、これを食べてねゆっくりまったりのんびりしたいと思います。ココチューブ。続いてはこちら、トマトとマスカルポーネのソース。お値段が通常1083円のところ、今回は220円引きで購入できました。こちらもですね初めて買ったんですけども、以前からね気になっている商品ではあったんですよね。いつも気になってるけど買ってないものって結構あるんですけど、割引かれてるとね買うきっかけになってねすっごいですよね。いわゆるこれはパスタソースですね。すっごいいい色してます。はい、中を開けてみました。こんな感じですね。すごい量だけど、これ何人前できるんだろう。ソース自体はまだ加熱をしてないので、もったりとした感じになってますね。イタリアンのいい香り。ということで、じゃーん、ちょっとだけパスタを茹でました。これもコストコで前回買ったママの3分早茹でパスタです。ちょっと味見したいからこれを試しにね乗せて絡めて食べてみたいと思います。本当はねフライパンでね加熱した方がいいと思うんだけど、まあ加熱しなくても大丈夫でしょう。パスタのあったかさでなんとかなりそう。ではいただきます。自分じゃ作れない味、本格的な味がします。トマトとチーズだから味もねラザニアっぽいですね。あとなんかね本格的なハーブの香りもする。おいしい。ちゃんとトマトの味もするんですけど、酸味が全くなくてすっごいまろやかで美味しいです。これがマスカルポーネの力か。これは買ってよかったです。自分じゃ作れないもん、この味は。トマトの他に人参と玉ねぎも入ってますね。でもすっごい細かく刻まれてるから全然存在感はないです。ちょっとつぶつぶってするかなっていうぐらい。後のね鼻に抜ける香りがねバジルなんですよね。だからザ・イタリアの味っていう感じがします。これはね大人から子供までねみんなが好きな味だなって思います。使う加減にもよると思うんですけど、この中に 700g 入ってるのでだいたい7人前ぐらいはこれで作れるんじゃないかなって思います。もしかしたらもっと作れるかも。今もちょっとの量でねすごい濃厚にできたから。ちなみに賞味期限は1ヶ月半ぐらいですかね。ただ開けたらね早めに食べた方がいいかなとは思います。めちゃくちゃ美味しかった。続いてはこちら、豆乳香るきのこクリームスープ。お値段が1358円です。こちら初めて購入しました。コストコにねこのローマイヤーから出しているスープがたくさん売られているんですけど、そのスープ全部美味しいんですよね。おー、中はこのようにパウチされてるものが6人前入ってます。湯煎で温めるか電子レンジの方法があるんですけど、湯煎で1個温めてみたいと思います。はい、温めてきました。すごいんですよ、なんかスープっていうかソースのようにトロットロなの。美味しそう。これはスープじゃないわ。え、これ本当にスープ？すっ
ごい濃厚なキノコスープだ。いや、すごい濃厚なんだけど、豆乳で作られてるからか後味がさっぱりしてるんですよね。キノコもね、つぶつぶつぶって入ってるんですよね。だからキノコをすごい感じられて美味しいです。スープってスープを飲むって言うじゃないですか。でもこのスープは食べるスープっていう感じですね。スープだけどパスタのソースにしてもいいかもしれない。美味しい。キノコとかクリームスープが好きな方、ぜひ買ってみてください。続いてはこちらエリンギ、お値段が298円です。こちらはよく買っている商品です。いろんな大きさがありますけど、私が買ったものは全部で11個のエリンギが入ってました。いつもエリンギのお値段って変動しがちなんですよね。だから安い時に買ってるんですけど、この量でね298円は安いかなと思って今回は購入しました。そしてね、これ以外にもキノコ買ったんですけど、それがじゃん、キノコの盛り合わせ、お値段が899円です。こちらね、セットで売ってるんですよ。中は白いしめじ2個と、舞茸2個と、平茸2個と、しめじ2個です。全部で8パックが盛り合わせになってるものですね。年末年始は、なるべくね、豪華なものを食べたいなって思う一方、ずっと豪華なものを食べてると飽きたりとかしません？そんな時に、やっぱり鍋を食べると思うんですよね。で、お鍋に欠かせないのが、キノコだと思うので、今回はね、たくさんキノコを買ってきちゃいました。これにエリンギも買っちゃいましたからね、すごい量ですよね。キノコはね、冷凍した方が旨味成分が出るので全部冷凍して使うと思うんですけど、使う分だけは取っといて、他のものは全部ね、自分でキノコミックスを作って冷凍しておこうかなと思います。年末はキノコ鍋で決まりだ。続きましてはこちら、加熱用の生牡蠣、お値段が1380円です。こちら初めて購入しました。この中に 500g の牡蠣が入ってます。私はこれで牡蠣フライとか牡蠣グラタンとか牡蠣のクリーム煮とかにしようと思ったんで、加熱用を買ったんですけど、プラス500円ぐらいで生食用の牡蠣も売ってました。皆さんだったらこの牡蠣何にします？賞味期限も3日あるので、3日間のうちに何にしようか悩みながら過ごしていきたいと思います。続きましては刺身用ホタテ、お値段が2657円です。これで最近よく買ってるものですね。ここ何ヶ月か前からね、ホタテをたくさん食べようキャンペーンを勝手にやってるので、今回も買ってみました。本当はね、これね、そのまま冷凍しようかなと思ってるんだけど、ちょっと1個食べてみちゃいますかね。はい、ということでホタテです。そのまま食べちゃいます。皆さんもぜひ一緒にホタテ食べようキャンペーンやりましょう。お刺身でも美味しいけど、ホタテフライにもしたいな。本当に美味しい。続いてはこちら、からし明太バラコ、お値段が1648円です。こちらも何度も買ってるものなんですけどもね、うちのストックがなくなったので購入しました。中にこういうね、明太子のスティックが入っているんですけども、私は大体明太パスタとか明太うどんとかに使うことが多いかな。全部で 30g 20本入ってます。今回唯一冷凍食品で買ったのがこちらだけでしたね。冬こそ冷凍食品が買いやすいのにね。そんなわけでこれもたくさん使っていきたいと思います。はい、ということでお待たせいたしました。やっとラザニアが焼けました。焼けました、ラザニアです。ちょっとだけ焼きすぎちゃったかなっていう感じもあるけど、まあ許容範囲でしょう。よいしょ、どうでしょうか。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。お、あかん。思ったよりもあっさりしてる。ソースよりもラザニアのパスタっていうの、ラザニアのシートが存在感が強い。すっごいラザニアのパスタがね、もっちもちなんですよ。あー、ソースも美味しい。すっごい美味しいんだけど、ミートソース感が結構弱いかもしれない。そんなにトマトの味を感じない。ちょっと想像のラザニアと違ったかも。というのも、私がタイプのラザニアってラザニアの乾麺を茹でてから焼くんじゃなくて、そのまま焼くタイプのものが最近多かったんですよ。そうするとラザニアがしっかりと芯の通ったうどんでいうとさぬきうどんみたいな感じになってて食べ応えがあるんだけど、このラザニアは一旦ラザニアをお湯で茹でてからミルフィーユ状に重ねて作ったものだと思うんですよ。だからね、すっごいもちもちなんですよね。で、もちもちだからこそソースよりもね、ラザニアのシートがすっごいね、もちもちと目立っている感じのタイプです。ちょっとね、上のカリカリね、焦げちゃったけど、このカリカリ美味しい。ラビオリのミルフィーユみたいな感じ。もちもち系。美味しかった。これね、好みの問題だと思うんですけど、私的には、これを買うんだったらめんどくさいけど、ちょっとお安いし、ラザニアのキットか、冷凍のラザニア買っちゃうかな。ただ、ラザニアのもちもちっとした生地が好きな方は、断然こちらがおすすめです。はい、ということで、以上が冷凍食品と冷蔵食品のご紹介でした。ですが、見てください。こんなにレシートが長いということは、まだまだ商品があります。この後すぐに後編で、
動食品のご紹介もしたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。それではまた明日、明日お菓子がたくさんです。はい、ということでこんにちは。後半は常温の商品をご紹介していきます。まずはこちら、有機じんわり生姜、お値段が798円です。こちら初めて購入しました。ご覧の通りね、すりおろしてるね生姜がね、液体状になっている感じですね。生姜シロップみたいな感じかな。これはね、生姜が大好きな旦那くんが買いたいって言って購入したものです。4から6倍希釈タイプで 570g 入ってます。賞味期限が4ヶ月ぐらいあったから、あ、まあ4ヶ月ならいいやと思ったんですけど、どうやらですね、開けたらね、冷蔵庫で2週間を目安に使い切ってくださいって書いてありました。それを見て、あー、これ使い切れるかなって思って心配だったんですけど、これとお湯で割って生姜湯にしてもいいし、炭酸で割ってジンジャーエールにしてもいいし、あと生姜焼きとかお料理にも使えるみたいです。料理にも使えるんだったら使い切れるかな。今日はお湯で割って生姜湯にしてみたいと思います。じゃあまずね、すりおろしたね生姜が沈殿してるっぽいので、よく混ぜます。生姜、自分でジンジャーエールを作った時の、生姜の香りがします。はい、入れて、思ったよりもサラサラはしてますけども、すごいね、生姜のね、すりおろした部分がね、そのまま入ってます。これにお湯を入れて混ぜ混ぜ、では飲んでみたいと思います。いただきます。あー、めちゃくちゃ美味しい。あ、美味しい、すごい美味しい、喉にいい感じがします。で、なんかここに生姜焼きにも合うって書いてあるから、甘みはないのかなと思ったんですけど、普通に甘いですね。だからジュースみたいに飲める。本当にジンジャーエールの原液だ。すっごい生姜の香りは感じるんですけど、リンゴジュースの生姜割りっていう感じで、すっごい飲みやすいです。リンゴジュースだわ。生姜焼きとかを作るときはお砂糖とかみりんとかいらないで、これに醤油を入れたらね、味付けが完了するような味だと思いました。さっきリンゴジュースみたいって言ったんですけど、生姜感はめちゃくちゃ強いです。なのでお子様とかにはね、ちょっと辛く感じちゃうかな。私も基本的には暑がりなんですけど、末端だけ冷え性なんですよね。だから寝るときとかね、足とかが冷たくてなかなか寝つけないときとかあるんですけど、寝る前にこれを一杯飲んだらね、すぐに体が温まってよく眠れそうです。特に寒い年末にはぴったりな商品だなと思いました。続いてはこちら、特選醤油、お値段が638円です。これはね、なくなるたびにいつも買っている商品です。お正月は特に醤油を使う機会が多いので、今回もストックで購入しました。ココチューブだぴょん。続いてはこちら、煮込みラーメン、お値段が1298円です。こちらは初めて購入しました。前回買った鴨出汁のお蕎麦をまた買おうかなと思ったんですけども、こちらを見つけて、せっかくだったら初めてのものを購入しようかなと思って買ってみました。長谷園が出してるものみたいですね。醤油味、味噌味、鶏塩味、豚骨醤油味と4種類が入ってるみたいです。ちなみに2人前かける2が4個あるみたいですね。はい、まずね、麺がね 1,2,3,4,5,6,7,8 8個入ってました。これ1個だとね、1人前のように見えるんですけど、どうやらこれ1個で2人前みたいです。で、あとは中にソースが4種類入ってますね。どれがね、どの味かね、書いてないんですよね。どれがどの味なんだろう。何味かわかんないけど、君に決めた。はい、じゃあ今ね、お水を 700cc 入れて、ここでお湯を沸かしています。とりあえずね、家にあったキャベツ、人参、玉ねぎ、しめじ、あと鶏肉を準備してみました。じゃあお湯が沸いてきたので、まずはこの麺を入れます。何度も言うけど、本当にこれ2人前かな。2人前にしか見えない。えい、次にお肉を入れます。書いてあるレシピにはね、豚肉って書いてあるんですけど、今日は鶏肉にします。で、次にお野菜たちを入れます。うわーい。じゃあこれで4分間煮ていきます。はい、4分経ちました。調味ソースを入れます。さあ、これは何の調味ソースなんだろうか。あ、私が選んだ赤は味噌味でしたね。はい、これを入れて馴染ませたら、さらに3分煮込んでいきます。はい、ということで完成しました。あんかけみたいになってね、とろっとろで美味しそうです。おー、いただきます。あれ、味噌味だと思ったけど、これ味噌じゃないわ、醤油味だ。美味しい。ソースと一緒に煮込んでるから麺にも味が染みて美味しいです。煮込みラーメンだとお野菜もたくさん取れるからね、いいですよね。お鍋みたいな感じ。2人前ぐらいだったら全然フライパンで作れますね。はい、ということで全部食べちゃいました。こちらは
賞味期限が8ヶ月もあるのでゆっくりと食べていきたいなと思います。続いてはこちら、久米福の鍋の素、お値段が2698円です。こちらも初めて購入しました。スープを店舗で試飲していて飲んでみたんですけど、すっごい鯛のお出汁を感じて美味しかったんですよね。私久米福大好きだからこれ初めて見たし、もう買うと思って何にも考えずに買ったんですけど、どうやらこれはね、一度で2種類のお味を楽しむことができる鍋のキットみたいです。中には2種類入ってますね。久米福のねお出汁がね8パック入ってます。普段から私久米福の万能出汁を使ってるんですけど、それと同じかな。でもそれよりもお出汁の量がね鍋用っていうことで倍以上入ってるような気がします。でそれとは別にこちらにもタレがあります。こちらも全部で8パック入ってましたね。でなんで2種類ねお出汁があるかっていうと、まずこちらの出汁パックでお肉とかお野菜をしゃぶしゃぶして食べて、食べ終わった後に第2弾としてそこにプラスしてこのソースを入れて1回のお鍋で味変をして楽しむことができるっていうキットみたいです。私が店舗で試飲したのはおそらく両方のお出汁が入ってるバージョンだったと思うんですけど、お出汁だけでもね鯛の味がじゅわーっとしてすっごい美味しかったんですよ。冬はお鍋を食べる機会が多いので、これでたくさんお鍋を食べていきたいと思います。続いてはこちら、佐藤の切り餅1本、お値段が1880円です。お正月といえばお餅っていうことでお餅を買ったんですけど、これは通常の形状とまた異なっていて棒状になっているお餅なんですよね。ということで箱の中には10本入りが計8袋入ってました。お餅すごい好きなんですけども、どちらかっていうと焼いて食べるっていうよりも私はいろんなアレンジをしてお餅を食べることが好きなので、棒状だとねお料理が作りやすいので今回棒状のものを購入しました。はい、こんな感じでね棒状のお餅が入っております。いいですよねこの棒状のお餅。棒状のお餅ってお鍋に入れても美味しいし、私はこれに豚肉を巻いて照り焼きみたいにして食べるのが好きです。美味しいんですよ豚肉の餅巻き。10本ずつ小分けになってるのもありがたいですね。これね3本でご飯1杯分ぐらいのカロリーがあるみたいです。でもお正月だから食べちゃう。続いてはこちら、ジップロック、お値段が通常は3098円のところ、今回クーポンで620円引きになってました。いやー助かる、620円引き。今回はファスナー型にしてみました。ファスナー型めちゃくちゃ便利なのでぜひ買ってみてください。突然ですが年末になると皆さんお菓子食べたくなりませんか？ということでこれから紹介するものは全てお菓子。すっごいたくさん買ったから一気に紹介しますね。いでよお菓子、じゃーん。買ってきたお菓子を並べてみました。ということで過去最大にコストコで今回はお菓子を買ってまいりました。じゃあまずはこれから紹介しようかな。ヨーロピアクッキーアソート、お値段が2598円です。コストコのブランドカークランドのものですね。厚さもあってすっごい大きいの。うわーすごい、クッキーがたくさん入ってます。2個ずつ個包装になってます。全部で15種類のクッキーが入ってますね。じゃーん、これはクッキーっていうかウェハースだ。美味しい。じゃあこのお花のやつ、あったかい紅茶とかと一緒に食べたい。このクオリティでこの量が2500円で買えるのはすごいと思います。多分デパ地下とかで買ったら1万円近くしそうな感じがする。続いてはこちら、たべっ子動物、お値段が通常1598円のところ今回クーポンで320円引きで買えました。みんな大好きたべっ子動物。じゃーん、こんな感じでね個包装になってるたべっ子動物が55袋入ってます。中の圧よ。おいしい。食べきりサイズでね個包装にしてあるからお友達とかにもね配れていいですね。続いてはこちら、たけのこの里、お値段が1238円です。食べきりサイズのものが53袋入ってます。これを言うとバトルが勃発しちゃうかもしれないんですけど、たけのこ派なんですよ。圧倒的にたけのこ派。じゃーん、中はこんな感じです。何個たけのこ入ってるかな。たけのこが1、2、3、4、5個入ってました。大容量のお菓子って夢がありますね。続いてはこちら、バリバリ職人、お値段が1098円です。これはお菓子にもなる海苔ですね。なんか開けてみよう。このように正方形になってます。海苔がパリッパリで塩気がしっかりあってすっごい美味しい。これおやつに買ったんですけど、ご飯と一緒に食べても美味しいかも。しょっぱいものが食べたい時はねこれを食べたいと思います。
続いてはこちらショートブレッド、お値段が1398円です。あ、これ助かる。ペリペリペリってできるやつだ。ペリ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 、おお。こんな感じで個包装になってるものが24袋入ってます。こんな感じで大きいショートブレッドが1袋に2枚入ってます。上の方にね、ザラメが乗ってますね。これだ。最近私クッキーにハマっていろんなクッキー食べてたんですけど、サクッホロッてするバターを感じるクッキーをずっと探し求めてたんですよ。でも自分が理想とするねクッキーになかなか出会えなかったんですけど、私が求めてたクッキーそのものです。すごいサクサクホロホロ、手作りのクッキーみたいでめちゃくちゃ美味しい。サクサクホロホロのクッキーが好きな方はね、ぜひ試してほしいです。続いてはこちらクッキア、お値段が1578円です。見た目的にはゴーブレットっていうのかな、なんかそんな感じがしますね。でね、中にねチョコが入ってるんですけど、お味がダークチョコ、ホワイトチョコ、ミルクチョコ、キャラメルチョコ、計4種類が入ってるみたいです。じゃあホワイトチョコ食べてみようかな。表面はゴーブレットなんだけど、裏見るとねちょっとなんか違った素材でできてますね。ウェハースのような軽い食感で美味しい。軽くパクパク食べられちゃう感じですね。美味しい。下がクッキーで中にチョコがあって上がゴーフレットになってるみたいです。おやつにぴったり。続いてはこちらカルビーポテトデラックス、お値段が1118円です。じゃーん。こちらもですね、このように個包装になってました。確かにコンビニでこういうの見たことあるかも。8袋入ってました。太さがね3倍らしいです。ポテトがめっちゃ分厚いの、ジャガポックルみたい。パリッパリしててすっごい美味しいです。お味自体はマイルドソルトっていうだけあって、ほのかに塩が香ってね、すっごい美味しい。味付けも美味しい。お芋の味を感じられてすごい好きかも。ぜひ厚めのポテチが好きな方は買ってみてください。個包装なのも本当に助かる。続いてはこちらマカダミアナッツ、お値段が通常は2898円のところ、今回はクーポンで580円引きで購入できました。チョコ界の中でもこれ好きな人多いんじゃないですかね。132粒入ってます。一粒ずつね個包装になっているチョコレートが入ってます。これこれ、6袋に分かれててさらに個包装になってるからすごいありがたいですよね。続いてはこちらホノルルクッキー、お値段が1638円です。以前にもホノルルクッキー何回か買ってるんですけど、その時は緑のパッケージでチョコチップのクッキーだったんですよね。今回のこのお味はダブルチョコレートマカダミアって書いてあります。これは個包装になってなくて、そのままねあのクッキーがたくさん入ってるタイプです。本当は開けて皆さんにねお味をお伝えしたいなって思ったんですけど、今回たくさん買ってねいろんなもの開けちゃったからね、他のものを食べ終わったらこれは開けようと思います。なのでこれを食べるのとっても楽しみです。続いてはこちらベルギーチョコスティック、お値段が1368円です。このチョコレートは友達に一つもらって食べた時にすっごい美味しかったから、どこで売ってるのって聞いたらコストコに売ってるよっていうことだったんで、今回探して買ってきました。おー、こんな感じでダークのチョコレートとミルクチョコレートとホワイトチョコレートが入ってます。スティック状のチョコレートになってます。前食べた時はナッツ入ってんのかなと思ったんですけど、ナッツじゃなくてサクッとしたスナックみたいのが入ってるみたいです。原材料にね米粉が入ってるから、米粉で作られたスナックみたいなサクサク感があって美味しいんですよ。チョコをちょこっと食べたいなって思う時につまんでいきたいなと思います。続いてはこちらポテトウェッジ、お値段が1268円です。これはパッケージにもある通り厚切りのポテトのスナック菓子でございます。このねお味がねガーリック味なんですよ。絶対に美味しいですよね。これも残念ながらね個包装になってないから今日は開けないんですけども、一気に食べちゃうんだろうな。続いてはこちら茎わかめ、お値段が1138円です。これは 3,4 回買ったことがあるリピート商品です。中に個包装の茎わかめが入ってるんですよね。編集をしながらとかでもパクパクってね手を汚さずにね食べられて、ずっと食べ続けられちゃうんですよね。なかなか茎わかめ大容量で売ってないからすごい助かります。そして最後の商品がこちら、スイスチョコレートウェハース、お値段が1998円です。冬っていうこともあってさ、コストコにチョコレート商品が多くて、普段そんなにチョコレート食べないんだけど、たくさん買っちゃいましたね。おー、中はこんな感じで個包装になってましたね。ミルクチョコレート味とダーク 60% とヘーゼルナッツ味があります。じゃあ私はヘーゼルナッツ味を食べてみようかな。あ、
軽い。一見ねチョコレートがぎっしりって見えるんだけど、中がウェハースだからサクッと食べられていいですね。キットカットよりもサクサク、うん、ほろほろサクサクって感じで、すごい軽い口当たりです。軽めのチョコの方が好きだから、めちゃくちゃ私のタイプのチョコレートでした。すっごい美味しい。もう一個食べちゃおう。うん、ココチューブ。はい、ということで長くなりましたが以上が購入品紹介でした。ちなみに今回更新の月だったんで、更新で4840円かかったんですけども、それを含めて6万4092円でした。わー、たくさん買った。特に今回は普段買わないお菓子をたくさん買えたので、すっごい楽しかったです。皆さんもコストコで食材を買って素敵な年末年始をお過ごしください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバイ。